なんですか？フェルスト 100% のニャンコボールです。キャットキャンディー。国産ですか？国産じゃなくて何だったっけ？国内メーカーの 100% 安全な食品用顔料を用いて弊社で染めております。フェルトボールが水についた場合色落ちすることがあります、と書いてあります。はい、きっとジャン君はこれを噛んで飛ばして野球みたいにしてくれるんじゃないでしょうか、ね、はい、実験スタート。うん、ジャン君はここ、ジャン君うん。ゆうちゃくん。じゃん。ほい。はい。またたびは、効果を出しました。あれ？終了。これはまたじっくり待たないといけないパターンかな。つけてみます。はい、お願いします。カーペットないじゃん。カーペットごと。カーペット舐めてる。ゆうくん、ボールについてるよ。これについてみます。どうでしょうか？ダメなの？どうぞ。ジャン君、行くよ。ジャン君のあまり気に入ってもらえないこのおもちゃを手羽立たせてみます。手羽立ってるかこれ。うん、手羽立ってるよ。こっちの方が
ちょっと硬いの。あ、そう。うん。金属に見えたけど、金属じゃない。なんかね、金属かな。私もそう思ってたんだけど、うん、毛玉取ってる時に、うん、あ、そうそう、これは毛玉取り用のブラシです。そうです。知ってるかみんな。黒い方がよく取れたから、うん、そうそう、そうなんだって思いました。なんかどうした、どうだろう、このレベルで食いつくかな。試してみます。ほら、何何って、まだね、多分触らないと違いが分からないからね。ちょっと触ってごらん。うん、頭の上にクエスチョンマーク出てるね。ブラシを変えてみます。これ特殊なブラシです。これ、この毛が毛羽をこうやって取るやつ。うん、これ金属だからね、うん、あ、これはいいわ、うん、一気に毛が出す。お父ちゃん何してるって見てる。このもしゃもしゃ感は、うん、投げても伝わらないので、顔の前まで持って行ってみようか。ちょっとこれを、はい、ジャック、どうですか、なんかもぞもぞする感じあるでしょ。猫用ブラシ、これが最高でした。ガシャガシャできます。もっと早くね、つけばよかったね。でもそんだけ強いってことだよね。そうだね。でもこうやって毛羽立つから、うん、またたびもよく絡むかもしれないね、うん、よし、ちょっとさ、うん、手で擦り込んだり、うん、これでケバケバでブラッシングしたり、こんな粉がこぼれなにくい、うん、あ、どうでしょう。カーペットと同化しちゃいました。本当だ。じゃあ、どうぞ。